んにちは、サドチンです。秋葉原駿河屋店さんに来ました。秋葉原駅前店ですね。今回ですね、本日カービィの一番くじが発売ということでやっていきたいと思います。それでは早速行ってみましょう。入店入店。はい、それではですね、こちら見てください。カービィといつでも一緒、ついに出たんですよ。カービィ A 賞ワドルディスピーカー、そして B 賞カービィと一緒にトゥーウェイリュック、これめっちゃ可愛くてね。 C 賞扉からひょっこりマット、ひょっこりハンですね。そして D 賞お助けマスコット、選べる2種ということで、結構ねパソコングッズが多いのかな今回、電子機器。よし、やっていきましょう。まずは10連、1回650円です。上から10枚いきますので1、2、3、4、5、6、7、8、9、10ということで、見ててください、俺の朝一の運。1枚目、せーの、お出かけタオル。2枚目、集めてグラスコレクション。3枚目、お出かけタオル。集めてグラスコレクション。さあ、持ってる男なのか。お出かけタオル F 賞、 FFFEE ときて G 毎日ラバーセレクション。あと4枚、 E 集めてグラスコレクション。まあ、ちょっと出ちゃいました。カービィ&ワドルディスピーカー持ってますね。せーの、チーラスト、F ということで、 F が4、 E が3、 G が2、 A が1つというね、奇跡ミラクルが起きました。それでは交換していきましょう。はい、それではですね、 F 賞が4枚出たので、タオル全5種類4種類選んでいきます。いや、全部が可愛いんですけれども、まずカービィ、2カービィで、あえてのこの白黒のやつ、そしてどっちがいいかな、こっちかこっちか、こっちかな、ピンクということで、4枚 F 賞です。ありがとうございます。そういえば、もうコンビニでもお店でも何でもそうですけども、7月1日からね、レジ袋有料になるんですよね。セブンとかだとちっちゃいので3円、大きいので5円みたいな。はい、 E 賞がですね3つということで、こちらも全5種類から選べます。どうしようかな、こんな感じなんですよ。丸っこいのが2つ、そして普通のやつが3つ。カービィの顔1つ選びます。で、あとはこれで直感を信じます。この3種類にします。はい、 G 賞が2つです。 G 賞めっちゃ可愛いんですけど、見てください。え、こんなんいいんすか。毎日ラバーセレクション前後周、あ、なるほどね、ケーブルを包んだりね。こっちキーですね。個人的に家のキーにしましょう。これが2枚なんで。あとは悩む、悩むな、めっちゃ悩む。こっちにしよう。はい、これを選びました。はい、ということでこちらが A 賞です。めっちゃすごい、想像を絶するほど可愛いんですけど、これはすごいわ。 A 賞のカービィ&ワドルディ&スピーカー。ちょっとでも思ったのが、このお助けマスコット選べる全2種、マウス持つ時に手首を守ってくれるやつなんじゃないですか。
ちょっとあと10連いいですか。いいですか、はい、6500円。はい、それではね、またあと10連いきたいと思います。目指せ D 賞、上からいきますんで、今回も1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、これで出なかったらもう俺諦めます。ラスト10連せーの、ドン。いい、集めてグラスコレクションコンプリートできるかも。 G、 せーの、あ、焦りすぎた、逆から向いちゃった。 E、 G、 目指せ D、 D。 やった、持ってる、ありがとうございます。 D を引きました。すごいな、狙いを当てる男。 F、 せーの、 F、 残り3枚。 E、ということで満足しました。交換していきましょう。はい、ということで F 賞がね3枚ということで、先ほど入手できなかったこちら、これで全種類コンプリートですね。3枚チョイスしました。ギリギリの戦いでしたね。だって D が出なかったら止まらなくなっちゃいますよ。本当にギリギリの戦い、ギリギリの運で、グラスも今回1、2、3、4、4個出たんで、全種類これで出ますね。これが先ほどゲットしてない2種類ですね。で、おかわりのグラスですね。大量になってきました、やっぱり。持ち帰るのすごいかもしれない。はい、 G が2枚なのでゲットできなかったやついきましょうか。これが何出たの、これ欲しかったです。はい、D 賞はですね、全2種類でどちらか選べます。アドルディも可愛いんですけどね。いや、カービィもどっちでしょう、悩む。カービィで、カービィでいきます。はい、というわけでいかがだったでしょうか。ぜひね、この動画楽しんでくれた方は高評価、そしてチャンネル登録お願いします。以上、カービィの一番くじやってみたっていう動画でした。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ、うん、はい、おまけ、カービィの一番くじやったんですけど、実はやりたくてもなかなか見つけられなかったやつ、こちらギャンダム、こちらのニューガンダムの A 賞ですね、フィギュアあるんですけれども、 D 賞もいいですね。3回やっていきましょう。なんと1回950円です。手を出しそうでちょっと出せなかったやつなんですけど、今回今来てると思うんでやっていきましょう。3回。いやー、引けるかな、引けたらマジ嬉しいな。上から3枚いきまーす。ナムロいきまーす。すごい、カードがねちょっと銀なんですね、モビルスーツ風にね。それではアムロ頑張れるのか、しょっ、D か A、 タッチ、マイクロファイバータオル、 E、 B、 いや、ちょっとちょ B でちょっと喜んだけど、クリアファイルなんですね。さあ、頼む、 C、B ときたら C でした。残念。まあこんな時もあるさですよ。アムロになれなかったですね、ニュータイプには。C が全5種類なんですね。はい、ということで C 賞2つはこちら選んでいきたいと思います。サザビーとニューガンダムですね。こちらのマイクロファイバータオル選びたいと思います。 A 賞出たらすごかったんですけどね、めちゃめちゃでかいフィギュアなんですよ。すごい、全5種類ですね。 B 賞のクリアファイル、ニューガンダム。以上、おまけ動画でした。 T です。